お母さんはお母さんで、まあのね、やっぱり外大事なペットが、ね、死んじゃって、まだ10日ぐらいしか経ってないから、ちょっとやっぱナーバスでね、俺だって、あの家帰ってきて、手洗って、さあ、ソファーに座ろうかなって思って、座ったら、あんたね、先にすることがあるでしょうつって、えっ、ー、つって、ゆっくりしたいんだけど、俺、町やから来てつって、1000個あげなさいよってなって。 うん、ああ、そうっすよ、こって。先行、先行、つって。はい、はい、先行、つって。2本じゃなくていいんだよ !1 本でいいのーって !1 本にしなさいっつって。いや、でも火つけちゃったよ、2本。つって。1本にしなさいっつって。なんか、まあ、いろいろあるらしいんだよ。うちのなんか、やり方が。うん。俺もさ、ちょっと、あの、帰ってきて、ガチャ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 言われて、ちょっとイラッとしちゃって、別に1本だろうが、2本だろうが、 関係ねえだろうがや、って。犬に千個やって犬が認識すんのか、千個あげてくれたワン、つって。なことしねえだろうが、つって。で、俺ちょっと言っちゃってさ、お母さんに。そう。でも、そしたら、やっぱり、あのー、ねえ、あの、なんかやっぱお母さんは、魂とかやっぱ信じてるから、そう。そう。魂とか信じてる人間で、えって。でもなんか、俺、ちょっとね、でもね、なんかそう。 どうしようと思って、なんかその魂、俺信じてないんだよね。魂信じてる人いる皆さん、ここに。魂。魂って信じてるあ、そう。あ、信じない人もで。信じない人に聞きたいんだけど、信じない人、なんでお祈りをするのなんで墓参りをするの俺、ちょっと聞きたい、聞いてみたい。ちょっと。自分のためにも。義務。みんながやるから。あ、あの、あ、なん、 同調しきたりだから、世間体、作法だから、うん、そういうのはわかるんだけど、中には、まあ、あのー、魂を信じる人もいれば、信じてない人もいるっていうことでね。そう。だから、親父に、親父の橋につながるんだけど、親父がどうしても墓、墓、墓って言うから、墓を、墓に墓にって。墓はさ、あな、あの、おめえらがじいさんになったらさ、あの、なあ、あそこだっから、木更津の機密のとこに墓があるから、 墓引っ越してさ、縦山のさ、歩いて行けるとこに、あ引っ越そうよ、みたいなさ、なんか <laughs>、ひ、墓の引っ越しねっ、つってんの、なんかまあ、生きてる時に墓の引っ越しまでこう考えてくれてる、まあ、のがあって、でも、締めっぽいのが嫌でさ、俺もなんかちょっと、切り出したくなっちゃって、わかったわかったわかったって、じゃあさ、って、俺、俺墓前クソするわ、って、親父のって。めちゃくちゃするわ、もう。 親父が嫌だって言うまで、俺めっちゃするわって。死んでっから、な、わかんねえかもしんねえけど。俺まあ、わかんねえよ。俺魂がいるかないかって科学で証明できねえからって。親父が、もしかしたらね、魂が本当にあんなら、お祈りしてるときにありがとうなって、嬉しいなってなるかもしんねえけど、なかったらさ、わかんねえじゃん。でも俺はするよって。うん。忙しくても。 腹が減ってても、俺するね。うん。する優先順位が一番だって。で、ただし、俺の代で終わりにするわって。俺が死んだら、墓参りさせるルーティンはなくすわって。松本家で。そう。俺でやめるわって。そしたら、 あの、ちょっと聞く言葉があって、お前その前に嫁と子供見つけろよって言われて、まあそれはぐぬぬだったんだけど、あのー、まあちょっとね、まあ、そんぐらい墓に対しての話をちょっといろいろしたんですけど、まあでもちょっと俺もね、それは、あの、逆張りゲージだったんだけど、まあでもちゃんとにね、まあまあそんなことはしないよって。ただ俺は、なんか、できたら、 死んだらさ、お父さんはさ、おじいちゃんのとこに行きたいって言うじゃん。でも俺はさ、お父さんのとこに一緒に行きたいって、もしかしたらじいちゃんになったらそう思うのかもしんないけど、俺はできたらさ、なんかあの、その辺の海とかに捨ててほしいんだよね。骨とかさ、あの、なんか粉にして、うん。できればさ、俺、どっちかっていうと誰かに食ってほしいんだよね。骨を。まあ、だからそ,そういった意味で、あの骨壺に入れるとさ、土になんないし、 あの、そのまま、なんかほら、例えば、変なし、土に埋めちゃえばさ、それが、ね、あの、肥料になって、ね、で、それで、あの、二酸化炭素から酸素になって、っていうさ、そういうに、こうやって、みんなの、そして、僕たちの、ね、骨あの、死んだ骨を通じて、もしかしたらその、木が栄養を吸って、それで僕たちが、ね、酸素を吸って、つって。で、こうやって命が循環していくんじゃないかなって僕は、思うんですけど、うん。そういう方が好きなんですよね。あの、あの、壺に入れたら、俺多分、 なるぜ。魂があったら出してくれよーっつって。だ、だ、出してくれよーっつって、こ、あんなさ、牢屋にいられてるみたいなもんだと思っちゃうんですよ、僕は。はい。も,もしかしたら、ね、それ失礼に当たる話なるかもしれないですけども。俺、骨壺牢屋みたいに思っちゃうんだよな、俺は。くそ、坊さんに怒られそう。<laughs> 本当に。マジで坊さんに怒られそうな話してて、あれなんだけど、うん。骨壺ちょっと、 っすよねなんか俺はメッシュにすればいいあ俺でもねあの墓参り嫌いだ嫌いだって言ってたけど俺ちゃんと墓参りしてきた人間なんですよ物心あるあの年から23歳ぐらいまでは毎年行ってたの本当あの2か所ぐらいちゃんと行ってる側からしてもやっぱなんか俺,俺別にこれしなくてもいいなってあのさ,されたくないなと思って俺はまあ一応世間体というかみんながしてたからまあ行くかって あの言ってたけど、俺、しなく、されなくてもいいやと思って。えー、という話をして、でもなんかちょっと理解してくれました。まあそうだなって。俺の時ともう時代も違うからなっ,つって。ほぼの墓参り楽しいからいいじゃん。まあそう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 。もう全然いいと思う。もう楽しくない人もでもいると思う。楽しい人もいれば。俺は楽しい方だったね。そう。で、あの親戚のおじさんなんかが、マサオもう、えあんマサオももう、あ,あ 中学3年生か。えそう。お父さん、朝も中学生だって、ビール1杯ぐらいいいんじゃないのつって。ああ、おじさんダメです、ダメです、ダメですよ、みたいな。あの空気俺好きだったんだよ、俺。あれが、うん。いや、馬鹿にしない。あの、ただ、その時におじさんが今前降りただけ。まだ生きてるけどね、そう、おじさんは。うん、ああいうおじさんとのコミュニケーション俺好きだったから、そう。俺はそれがかったんだけど。昨日俺、ちょっとさすがにね。 暇だなと思って、友達とかもちょっと会ってたんだけど、配信もしようかなと思ったんだけど、いかんせんね、家が電波がお肉そ悪いのよ。で、だいたいこうやって夜になるとさ、街灯もついてねえから、こんなところで真っ暗でもあれだなと思って。で、どうしよっかなと思って、コロナのちょっと問題もまだやっぱりあの、田舎でもまだあって、まあ、面会時間が45分とかさ、30分までなんですよ。だから正直入れなかったんですよ、長くは。 だから、じゃあまあ、入れねえし、帰るか、っつって、母ちゃんと。うん、で、帰って、家いるじゃん。で、家着いたのは確か2時とかだったんだよ。昼の2時とかなんだよ。暇じゃん。ねえ。で、なんか,か、父ちゃんの言ってた、お前のために使えよっていう話がやっぱりちょっとこう、引っかかって、じゃあ俺のために使うかっ、つって、ちょっとスキップ行ってきたんですよね。うん スキップ行ったらさ、また面白ったわ。昔の仲間がいっぺんいんの。仕事もサボって。38だよ。仕事もサボって。お前え、あんでいいんだよ。っつったら、あー今日仕事サボっちったよ。っつって、笑っててさ、で、歯に乗り玉がめちゃくちゃついてんの、こうやって。笑って。お今日笑だよ。って。サボっちった。つったらさ、クッソ乗り玉がついて、あの、黄色い白素と、黒い白素と、なんか、青い白素と赤い白素みたいな感じで、クッソ乗り玉みたいなのがついてて、ね、うん。 あんた、おじゃょ、そいつが設定してから、兄がいい、戦国乙女がチーズをって、お肉そ負けて、で、お肉そ負け、まあ、お肉そっても、まあ、あ3万4万ぐらいさ、まあ、お肉そ負けるんですけど、3万4万も、そう。で、あのー、父ちゃんがさ、入院してから父ちゃんの車で行ってたんですよ、スキップまで。で、何食わぬ顔で帰ってきたら、母ちゃんが、あんたどこに行ってたのってって、え 友達と遊んでた。友達と遊んでたじゃないよって。友達とどこで遊んでたのつって。友達とスキップ言ってあんた何町田から立山にパチンコにしに来たんかつって。あんたパチンコが、パチンコやりてんかってなって。まあ、怒鳴ってないんだけど、パチンコは目的じゃねえよって。手段だよつって。パチンコを手段にして友達と遊ぶんだよ、俺は。つって。 うん、パチンコが目的じゃねえつって。うん。いや、フィエクじゃないんだよ。でも本当なんだよな,、うんなんちょ。友達に会いに行ったみたいな感覚があるからさ。うん、通じなくて。そう。あんたね、パチンコする暇があるんだったらば、あんたなかなか帰ってこないおじいちゃんの墓参り、あんたらあんたらばあさんの墓参り、ひーあんたらあんたらの墓参りとかあんた行きなよってなってさ。そう。ま 墓参りかビ,ギビギビギビギッビギってなって <laughs> うんあのー、お母さんそうだねって確かにお母さんとってすごい墓って重要なのは俺は分かってるっつって分かったって俺もう必ずお盆に墓参りするからさもう墓のことで、あのー、俺墓参りしたくないけど絶対毎年お盆帰って全部回るから もうさ、墓のことで俺ちょっと言われると、もうダメだ、我慢できなくなっちゃうから、頼むわ、つって。あのー、ちょっとそこはね、そう、も、もこっとやん、ってなってたんだけど、で、ほんとにね、墓、墓墓うるせえんだもんだって。うん。墓墓うるせえんだもんだって。いや、うち、うちだけかい。お、おめえのとこも、墓墓、墓墓、何月だよ、10月だぞ。 ああでうちでもね墓に対するプライドすごいんだよねお盆とかもだって呪文唱えてるもんほんとあのー、お盆になるとなんか稲穂みたいなの持ってきてでそれにでっけえさ水釜みたいなのに水入れて稲穂にあのホースで水つけてそれをシャン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 ってでそれでろうそく立ててこの光をたどって松本家に戻ってきなさいみたいなあのー やつやるんですよ。ヤンゴメークイクイ。おんみずのみのみ。ヤンゴメークイクイ。おんみずのみのみ。この光をたどって松本家に帰ってきなさいってお母さんが営承すんの。で、お盆が終わると、この光をたどって元の世界へお帰りなさいって。俺笑ってたもん、それ見てお母さんが。マジでやってんの見てさ。 <laughs> 何言ってんだと思ってう <laughs> んえでもなんかさあのそれあのね中学とかの友達に聞くとあ分かる分かるあれ気まずいよなみたいなさやんないみんなのとこヤンゴメクイクイおんみずのみのみってやらないやんないそれ全く同じうちでやらそれ分かんねえ かる聞いたんだよだからそれ何これ何かの宗教なのつったら違うっつって切れられた違うよつそんなじゃねえっつってそうヤンゴメクイクイオン水のびのびてんつさヤンゴメってなんであヤンゴメクイクイ日本各地でお盆になると初日に迎え火まあ迎え火らしいけどね最終日に送り火をする風習が残っている 淡ワ地方ではこれをヤンゴメクイクイって言うんだから、それか。だか地元の、だから、あれか、あんだろうな。そっか。じゃあ、おめらに聞いてもやんねえわけだいや、ほんと、ローカルネタすぎるわ。ヤンゴメクイクイいやー、だから、なんかちょっとそういうのがあってですね。なんか、だから、だからなんか死者に対するまじないとかお祈りとかをすごく大事にしている地域なんですよね。あのー、立山。 地方っていうのは、うん、多分町田分かんない町田の人たちが師匠に対してとかそういうのは分かんないけどさすがにでもなんかその <laughs> ヤンゴメしてるとか見たことないからさだから嫌になっちゃったし俺がなんかさ <laughs> なんか目的もさあんまり教えてもらえないでさヤンゴメやも揉みもしろっってさ俺クソ恥ずかしかったの親の前でさ思春期の時にさ嫌じゃない思春期の時にさ親父の前でさヤンゴメクイクイって言いながら なんかビチョビチョやんのすげえ嫌だったんだよ俺。あで親父こうやって腕組みながらさこうやってさうんうんってさ <laughs> バギーのなんか裕次郎みたいな感じでそれでいいみたいなさあれすげえ嫌だったんだよ。